アリエです。アマタです。ヒメカです。ピンクアマタ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はアキネーターで自分たちの名前が出るか検証してみた。で、みんなアキネーター知ってますか？知ってますか？ちなみにアプリです。こんな感じの、こんな感じのなんかアラジンみたいなおじさんのね。そうそう、アラジンのおじさんのね。で、なんかちょっと有名になったらなんか出てくる。まあ見ればわかります。じゃあこれからやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。では早速やっていきたいと思います。はい、私にチャレンジ、そしてフェチ、プレイする。じゃあまず誰からいく？最年長のゆらり。 OK、 ゆらりをやっていきたいと思います。質問その1、 YouTube 関係者。はい、男性？いいえ。15歳以下。はい、はい、妹がいますか？はい、妹と弟いるよね。うん、3人兄弟だもんね。中学生？はい、はい、桜に関係ないね。いいえ。ニックネームは4文字？いいえ。弟がいる？はい、弟。2回。TikToker ですか？答えが5個あって、はい、いいえ、わからない、多分そう、部分的にそう、多分違う、そうでもないが、多分違う、そうでもない。だって自分で動画出してないから。多分そう、部分的にわからない。いや、でもピンク TV 公式では出してるけど、自分で出してないから多分違うだと思う。多分違うでしょ。 TikTok に関係していますか？部分的にそう。姉がいる？いいえ。何人か出てる？はい、5人。はい、はい、お、紹介動画を投稿している、はい、はい。ニックネームにもがつきますか？いいえ。読み名は2文字ですか？いいえ。あー、あーもんちゃん、違う、 YouTuber らしいですね。ここ続けてみよう。はい、あ、じゃ続けます。お菓子を1年間毎日。いいえ。いいえ。実際に食べてる？アイドル活動をしている？多分違う。元7人組メンバーですか？いいえ。団体で歌って踊る？はい、はい、踊ってみた動画を上げていますか？はい、グループの最年長ですか？あ、待って、でもさ、もし古いさ感じでさ登録してあったら、クリモちゃんの最年長で、いいえ。でもなんかももかちゃんがいなくなったらどれくらい最年長だよ。何ヶ月前だから、多分登録されてるのは多分もうちょっと昔な気がするから、いいえにしとこう。え、じゃあそれだと4人グループじゃん。確かに。グループの中では成功。いいえ。コバソロ東京。いいえ。リーダーですか？いいえ。多分違うか。ケリーちゃんっていう。いいえ。あだ名の頭文字は？男女グループ。いいえ。はい、ニックネームにボがつけますか？いいえ。男女グループ。あ、でも出た。間違ったやつしたのに出た。でもなんでこの写真なんだろう。可愛いからいいや。 YouTuber って書いてる。このアラジンが好きな写真なんですかね。YouTuber。 はい、ギラリは有名人になりましたね。なりました、有名人。はい、じゃあ姫香をやっていきたいと思います。質問その1、 YouTube 関係者。はい、はい、女性？はい。18歳以上？いいえ。妹がいますか？いいえ。黒髪？はい。ニックネームは3文字？はい。頭文字に頭文字。頭文字が H で始まる？はい、はい、ショートケット？いいえ。小学6年生ですか？はい。え、6年生じゃない？いいえ。いいえ。写真集を発売していますか？いいえ。イメージカラーは青？わからない。わからない。わからない。雑誌セブンティーンの専属モデル経験がありますか？専属モデルはしてないし。確かに。多分違うにした。ひまわりに関係がありますか？高校生？いいえ。化粧をしていますか？あ、部分。スクイーズ紹介をしていますか？はい。部分的にそうかな。ニックネームにもがつきますか？いいえ。コーディネートを投稿していますか？部分的にそう。ファッションモデル？部分的にそう、はい。え、なんでさ、答えてんのに違うとこ押すの？だって、はいじゃん。子役として活動していましたか？え、わかんない。わからない。違うと思う。違う。野の山、ひなつちゃんが出ました。家付けます。ナンバーワンになったことがありますか？はい。女性グループの一人ですか？
あだ名の頭文字はゆ。いいえ。現在活動しているグループのメンバー、はい、グループ名に棒がついていますか。棒って漫画に関係している。いいえ。答える前に押さないで。響く。三脚蹴っちゃった。響くが出ました。出ましたね。顔出ない、ね、なんかゆらりの時は YouTuber だったのに、ね、響くの時はピンクラテ TV だから、ね、顔出てない。 お詫びに宣伝してくれてんのかなみたいな。ありあいこ男性。はい。いえ。男だと思う。YouTuber 部分的にそうだな。でもモデルでしょ。はいだと思う。じゃあはいにしとこう。ニックネームは3文字。はい。妹がいますか。の頭文字が H で始まる。いいえ。黒髪。はい。ニックネームにもがつきますか。の中学生。で古いやつだからね。家にしとこう。JK。 違います。3姉妹。うん。18歳以上。のニックネームに棒がつきますか。いいえ。いいえ。TikToker ですか。あ、じゃあ運転気にそうでいいよ。トトがいる。はい。父親型女子の。いいえ。何人かのグループ。はい。関西弁で喋る。部分的にそう。あ、グループのリーダー。いいえ。関西人。はい、はい、下の方にメーターみたいなのがあるんですけど、長ければ長いほど、あ、もうすぐ分かるかもみたいで、短かったら分かんないだめよね。7人以上のグループですか。いいえ。大阪を拠点に活動している。いいえ。 CD を出している。2人組ですか。化粧をしている。5人グループの1人である。いいえ。3人組で活動してますか。いいえ。4人グループで活動している。はい。高校生。いいえ。ゆらり。ゆらり。ゆらりめっちゃ有名じゃない。続けます。男女グループ。いいえ。現在活動。はい。その人物は中学生ですか。家にしとこう。はい。だけど前まで小学生。学校に通ってる。はい。女の子。はい。の姫スイート TV で活躍してないよね。メガネをかけてることが多い。15歳か。はい、はい、関西に関係がある。わからない。女性の服を着てる。女性の服を着てるよね。5人組。いいえ。姉妹がいる。あ、お姉ちゃんいるよ。姉がいる。はい。小学生。はい。絶対出るこれで。俺実在してなくない。ホステルガールだぜこれ。弟が YouTuber ですか。いいえ。大阪で育ちましたか。途中までアメリカで育ってるから。部分的にそうでいい。4人組で活動していますか。はい。え、違う。姫川せりなちゃんじゃん。バーチャル YouTuber じゃないですか。私ちょっと有名じゃないから出てこない。え、あ、いや有名だよ。ファッションモデル。はい。姫川。姫川。めっちゃ姫川というらしいやん。実在に存在する。はい。来るよ。読み込みマークが来る。ココネちゃんになりましたね。いいえ。音楽に関係している。いいえ。40歳以上である。はい。いいえ。 YouTuber。 はい。弟がいる。はい。頭にリボンをつけている。部分的に。いいえ。ゴフィーが最後の文字王じゃないです。現在3人グループとして活動中。いえ。アッキーだ。4人グループで活動してる。はい。ミクちゃん悲しいよ。はい、はい、どうでしたか。皆さんもね、なんか調べて好きな YouTuber とか好きな芸能人でやってみてください。次はね、出るように頑張りたいと思います。え、でも前出たんでしょ。そう、前ね、なんか1回目が普通に出たんですよ。この決定が欲しいのかな。でもね、みんなが知ってるような芸能人でやったら出たんですね。一発できたよね。ね、やっぱ有名人はね、そうだっけ。ゆらゆらいつ出てきたんだね。さすがです。ゆらゆら先輩ダンサーのボーカルもしてるから。さすがゆらゆら先輩です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。ユニコーン。うまこちゃん。